思議なものだ。たとえ湖の乙女の託せとはいえ、昔の俺ではありえなかった。全ての元凶である青騎士の始末を奴らに任せるなど、あの創設国の使い手の身を案ずるということもな。あいつが残った場所は確かこの辺りのはずだ。あれは まさかあの男、アスタロスを人の身で打ち通すものとは。だがこれほどの巨大な地割れがなぜ生じたのか調べる必要があるな。なんだと？地割れの下に衣服。アスタロスを倒したヌンチャク使いの者に違いあるまい。奴らは幾度も我々の邪魔をしてくれたからな。必ず見つけ出し殺せ。これは貸しにしておくぞ。ケリクとやら、あの創設痕使いはここから地下水脈に落ちたか。幸いここの水脈は流れが緩やかだ。地表付近まで流れれば人目にも触れるだろう。よほど運が悪くなければ助かっている可能性は十分にある。カーティス、あいつの亡骸も崩落に巻き込まれたまま、異分子の力に染まったならば蘇生しているということも。あるいはお前を諦めきれない気持ちは残っている。だが俺が面倒を見てやらなければすぐどこかへ行ってしまいそうな奴がいるな。あカーティス、お前もずっとこんな気持ちだったのか。グロ、俺の舞台で動くからには今までみたいな勝手は認めないぞ。どんな任務であれ俺たちは必ず共に生きて帰る。いいな。おめでとう。これで今日から俺と同じ12の差だな。同じ任務に就く機会は減るだろうが、今後もよろしく頼む。待てよ、そうしたらお前の面倒は誰が見るんだ。今すぐオーズルさんのところに行くぞ。作戦会議だ。まったく運のないやつだ。
こんな最大級の面倒事を持ってくるとはな。いいだろう。だが俺たちがやっていることは機関への裏切りに他ならない。お前が自害するとき俺の罪を償え。付き合わせてしまうな。悪いな。監視することはできなさそうだ。問題ない。気にするな。問題ないか。わかりやすいやつね。今まで世話になった。後のことは俺に任せろ。そうだな。お前なら。たとえ異分子になり果てたとしても、再び会いたいと願う俺がいる。もう一度共に故郷へと戻りたかった。お前と過ごしたあの凍てつく大地へ。こんな身の上だ。お前の仇を討ったら俺も、いや俺よりも運のない厄介者が一人前になってからか。そう長く待たせはしない。すぐに行く。